な記憶が。これかしら。なんでしょうね。ではまたお越しになって。いいだろう。
いい夢を。エンファーとアミューサはここに隠れている。子飼いもモンスターどもの拠点だ。許してはおけん。子飼いのモンスターども、死ね。中央城のモンスターを出せ。さあ、みんなで一斉に叫ぶぞ。出てこい、出てこい、出てこい、出てこい。やれやれ、元気な人ですね。よりによってウェンズーが五行の陣のメンテナンスでいないときに。連中には構わなくても結構ですよ。疲れたら帰っていきます。いちいち相手にしてたら埒が明きますよ。この人たちに罪はありません。悪いのは黒幕です。ブラックゲート事件以降、モンスターの来襲も絶えず、居場所と家族を失った人々はますます不安になって、ヒーローの言葉を固く信じるようになりました。まるで藁をつかむようにね。結局はコントロールされた操り人形に過ぎないんです。安心できないからこそ、簡単に他人の言葉を信じて集団意識に巻き込まれ、理性と道徳的判断力を失ってしまったわけです。まあ、昔も同じようなことがありましたが。あ、そういえば隊長、今日はお宅のお坊ちゃまの姿を見かけませんね。どうやらお坊ちゃまはお客様を出迎えに行ったようですね。行ってみましょう。悪いけど、僕ん家は東方古街にあるんだ。これ以上ここで暴れさせはしないよ。化け物だ！中央町の化け物が来た！慌てるな。もう徹底的に調べたぜ。こいつも人血界の一人で、あのモンスターどもの仲間だ。でも、こいつの頭って。だから人気使いは全員モンスターだっつーの。東方古街も中央町もモンスターの拠点だ。絶対に許すな。ふん、モンスターだって。人気使いたちはずっと命がけで本物のモンスターと戦って死んじゃった人もいるんだよ。何も知らないくせに大暴れして他人を傷つけるあんたたちの方がよっぽどモンスターだ。モンスターに惑わされるな。一緒にやれ。モンスターをやっつけるんだ。モンスター、モンスター、モンスター。いけない、お坊ちゃまが暴走しちゃいます。うるさい。もうやめる。俺死にたくない。
覚えてろよ。また来るからな。一人であれだけの人間を追い払うとは、とんでもない人気使いがまた現れたようだね。ヒーロー？そんな目で見ないでほしいね。こっちには悪意はないぞ。今日は、あんたみたいな二枚舌と交渉なんかする気はないけど、自分の主張をする権利くらいあげる。言いたいことがあったら早く言いな。東方古外は私の古い友人を数人引き取ったと聞いたが、それは本当かね？イエンファーとアミューサたちのこと？遠回しな言い方はしないで。みんな東方古外にいるよ。決してあんたには渡さないけどね。そんな態度をとってもいいのかね？中央庁と私、どちらが強いか君にも分かっているはずだ。どうすれば東方古外にメリットがあると思う？あんたはアントネーワを裏切った。中央庁と公海都市のみんなを裏切った。人を虫けら同然に扱って約束も守らないあんたに誰が協力するもんか。君のことは調べさせてもらった。古代の皇族の末裔のようだね。天に逆らう者がどんな結末を迎えるか君には分かっているはずだが。そうだよ。でも善を選んで固くこれを取る者なりとか、その不可なることを知りてこれをなすとか、先生にも教わったよ。自分の利益のためじゃなくて、みんなの幸せを守ることが王者の流儀なんだ。自分の目的のために多くの罪のない人たちを犠牲にするような奴は絶対に成功しないよ。甘ったるい理想主義だね。現実は君が思うほど単純じゃないぞ。ま、これ以上言っても意味はないか。せいぜい君らの理想を楽しみながら死ぬがいい。次は手加減しないぞ。上等じゃん。あんたなんかに負けるもんか。楽しみにしているぞ。よくやりましたね、お坊ちゃま。一人でヒーローみたいな狡猾な男に立ち向かうなんて感心しましたよ。でもこれで東方古外は正式にヒーローに宣戦布告しちゃったことになるよね。ご心配なく。今ここにいたのがウェンズーでもヒーローに屈しはしなかったでしょう。今日は皆さんに防衛強化工事をしてもらうことにします。やれやれ、今日も忙しくなりそうですね。
やあ、これはこれは隊長じゃないか。どうだった？頼んだものは手に入ったかい？おお、ありがとう。お疲れ様。後で代金を渡すから、今は僕についてきて。リリーナ、リリーナ、いるかい？あ、やめなさい。どういうことだい、リリーナ。なんで彼と喧嘩したんだ？その、はっきり理由を言ってみなさい。先生は公平に判断してあげるから。さっきリリーナたちおしゃべりしてて、あいつ海で宝探しをするのが夢だって、あの年の男の子なんだから、そういう夢を持っていてもおかしくないんじゃないかい？だとしたらあいつはリリーナのライバルになっちゃうよ。そうか、わかった。原因は図書室に新しく入荷した例の漫画だね。もしそのうち君たちが本当に海に出たら、その時は思いっきり戦ってもいいよ。でもここで一緒に暮らしている限りは、君たちはお互いを守るべき家族なんだ。だからこれからは喧嘩は禁止だ。いいね？はーい。ちょっと待ちなさい。話はまだ終わっていません。あの、まだ何かご用ですか、ウル先生？リリーナ、君は確か桜を見に行きたいと言ってたよね。うん、リリーナお花大好き。どんなお花も好きなんだ。満開の桜はとっても綺麗だって。でもリリーナは一度も桜を見たことがないの。もしかしてウル先生、リリーナを連れて桜を見に行くの？いいや、今は無理だよ。でも落ち込まないで。先生もリリーナを連れて桜を見に行きたいんだ。だけど今は秋、春じゃないと桜は咲かないからね。うん、そうだね。春じゃないとダメだよね。でもね、隊長、それをこの子に渡してもらえるかい？え？これは？桜の苗木だよ。今はまだ桜は咲かないが、桜の木ならあるさ。だから隊長に頼んで桜の苗木を一鉢買ってもらった。お疲れ様、隊長。今は秋だし、これを買うのも大変だったろうね。リリーナ、一緒に庭の野菜を植えてあるところのそばにこの苗木を植えよう。うん、リリーナ知ってる。土に植えたら来年の春に咲くんでしょ？いや、そうとは限らない。半年すれば冬が来るから枯れてしまうかもしれないし、ギリギリ生き残ったとしても咲くための栄養が足りないかもしれない。だからいつも僕が君たちの面倒を見ているように、これからこの子の面倒をしっかり見なさい。水をやったり雑草を抜いたり、寒さから守ってあげないといけない。でもそうすれば来年の春、きっとこの子は美しく咲いてくれると思うよ。リリーナ、その時一緒にこの庭でお花見しよう。分かった、しっかり面倒を見るから。よし、いい子だ。では物置から道具を取ってきて上に行こう。ああ、あの子も嬉しそうだったよ。苗木を植えながら何か学んでくれれば何よりだね。けどこんな時間もいつまで続くだろう。隊長、この施設はなくなってしまうかもしれない。もともとこの施設は教会のものだった。それを僕が借りてあの子たちを預かっている。でも今この土地は不動産屋に買収されて、改築のために僕たちは追い出されようとしてるんだ。
だからできればもう一度力を貸してほしい。かわいそうな子供たちのためにも僕と一緒にこの施設を守ってもらいたい。そばに残して。位置につきました。ありました。そちらもいろいろお困りのようですね。ここはかわいそうな子供たちのシェルターだ。彼らの家とも言えるでしょう。実はですね、私も両親がいなくて、児童養護施設がなくなったら彼らにどのような未来が待っているのかよくわかります。ですが。おお、ご理解いただければ何よりです。つまり施設の改築は諦めていただけると。いや、この改築計画は続けさせていただきます。なぜです？ウルさん、あなたはいい人だ。私はあなたのことを尊敬してます。自分で自分のことをいい人だとは言いにくいですが、私だって同情心は持っています。でも事情はそう簡単なことではないのです。教会からここを買収した当時、私にも若干迷いはありましたが、それでもこの取引を成立させると決意しました。それこそあの子供たちのためですから。シェルターにいるより残酷な社会に直面させる方が良いというのですか？そうです。この温室から離れて彼らは社会の残酷さと人間の醜さに直面し、生きるために努力した方が良いのです。大変な生き方かもしれませんが、経験する価値はあります。彼らは勤勉になり、そして不屈の精神を持ち、この残酷な社会の中で鍛えられて強い人間になるでしょう。何をバカな。施設から離れればほとんどの子供が今年の冬さえ越えられないかもしれないんですよ。いや、少なくともあなたの前に座っている私は例外でした。あちこちを放浪した私は、生きるために必死に頑張って苦しみを味わいながら一人前の商人になりました。ああ、あなたのおっしゃる通りかもしれませんが、さすがに冷酷すぎます。違います。冷酷なのは私ではなく、この社会です。どうしても私の考えを受け入れてくれないのですか？はい、受け入れられません。僕があの子たちを守ってみせます。たとえここから離れようと、
あの子たちを諦めません。なら仕方ありませんね。こうしましょう。あなた方の現状を考えるとすぐに出て行けとは言いません。しばらく時間を差し上げましょう。その間に新しく住むところを見つけられればいいのですが。もういいよ隊長。わかった。いろいろとありがとう。ではこの後も予定が入っておりますので失礼させていただきます。うん、少し考えさせてくれないか。うーん。おや、リリーナいたのかい。庭で遊びなさいと言ったはずだが。ねえ、今の人悪い人なの？ここは壊されるの？全部聞こえてしまったみたいだね。いや、悪い人じゃない、普通の商人さ。ねえ、ここから出なきゃダメ。仕方なさそうだね。ここはもう他人の土地だから勝手に住んだらダメなんだ。やれやれ、泣かないで、大丈夫。先生に任せなさい。隊長、これから子供たちのために次の家を探そう。僕をそばに残して。僕をそばに残して。僕をそばに残して。あ、こんにちは。この間お話をしたウルです。こちらの子供たちをあなたのところに移す件、もう一度考えてはいただけないでしょうか。そう言われても困ります。ご存知の通り、今モンスターがあちこちで暴れているせいで親のいない子の数が増えたんです。こっちだってこれ以上は無理です。他の施設もそう言われましたが、でもこのままではあの子たちは路頭に迷うことになってしまいます。そう言われても一人二人ならなんとかなりますけど、全員を受け入れることはできません。ごめんなさい、これから用事があるので失礼します。はあ、それは無理なんだ。一応調べてみたけれど、この都市は復興中で地価も高騰し続けてる。どんな場所も予算をかなり超えてしまうから。
あの子たちを収容してくれそうな工場があるのだけど、彼らを少年校にするつもりだ。だから決して行かせない、はあ、これからどうすれば。やあ、こんにちは。奇遇ですね。ちょうどあなた方にご相談がありまして。こんにちは。どうされました？まだ子供たちの新しい家は見つかっていないようですね。実は私もあれから考えたんです。あの施設ですが、あなたに貸して差し上げてもいいですよ。うん、差し上げるではなく差し上げてもいいですか。つまり対価が欲しいということですね。そんなに深刻な話じゃありませんよ。あなたに本職の仕事をやっていただきたいだけです。ウルさんって人気使いなんでしょ。でしたらとある場所のモンスターを退治していただきたい。いいでしょう。やりましょう。本来なら中央庁のお仕事ですが、できることなら早めに一帯を解放してほしい。そうすると地価が上がる前にあの周りを買収して開発ができます。こっちのコストが下がりますし、あなたもそのまま施設を維持できる。いかがでしょう。そんなことであの施設を維持できるなら僕には意義ありません。気遣ってくれてありがとう、隊長。でも僕には他の選択肢がない。人気使いの力がなければ僕はただの凡人。いや、この姿じゃ凡人以下かもしれないね。人気使いの力であの子たちを幸せにできるならお安い御用だよ。帰って支度をしよう。早いうちに片付けに行く。
全力で対応する。これがあなたたちが箱舟で昔の時空から取り戻したものですか？うん、そうだよ。一体どういう内容なの？五行の陣とは、陰陽五行、創生創国という原理によって成立するもの。原力で動かすと五行の陣が骨格の力を吸収するが、リビングデッドの力で動かすと逆に骨格の力が強化され、結局世界を丸ごと飲み込んでしまうようなブラックゲートが誕生します。ひょっとするとヒーローは五行の陣を奪ってリビングデッド化した陣気使いたちに。おそらくその通りです。それにヒーローが本気でその作戦を実施しようと考えているなら、あちらにはもう十分な数のリビングデッド化した人気使いがいるに違いありません。ヒーローの戦力を再評価しなければなりません。分かったわ。すぐ緊急会議を開きましょう。改めて対ヒーローの作戦を練らなければ。明日は決戦ね。